皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大です芝浦工業大学を勝手に宣伝するということで、えー、首都圏の皆さんですと芝浦工業大学志望の人結構多いと思うんですね何せ工業系大学の中では東京理科大に次ぐ名門ですでも、まあ、みんな芝浦入りたいと入りたいのはわかるでも学校が有名だから入りたい のではなくてやっぱりどんな学問をやりたいかっていうのをしっかり知ってほしいんですねで、工業大学といってもかなりここ規模大きいのでたくさん学科がありますその中でどの学科に入りたいのかまあ、私のわかる範囲で説明しますので参考にしてくださいで自分はこの学科行こうって決めてほしいと思いますまずまあ、伝統の工学部ここに9学科ありますで機械工学科ここは分かりやすく言うと自動車ロボット飛行機です あとは最近ですと医療福祉機器なんかも作ってますねえ。次に機械機能工学科っていうのがありましてなんとこれ昔は機械工学第二学科っていうすごい名前だったんですけど機械工学の学の科がもう一個あるんですね。でやってることはその自動車ロボット飛行機の世界と大きくは変わらないんですが機械機能工学科の方はまあエネルギーそれから材料系ですねマテリアル化学そあとはナノマイクロ応用といったような もうちょっとこう精密なものを作っちゃおうみたいな大きくはほとんど変わらない、まあ、昔はその第二学科の方が勉強きついなんて言われた時代もあったんですけど、まあ、今となってはまあやや機械工学を応用した感じ特にその機械機能制御といってやや少しロボットより、まあ、ロボットどっちでもできるんですけどね。ということで似てるけどちょっと違う学科ということで、まあ、あとは研究室なんかを調べて自分の関心でどっちの機械系がいいのかなっていうふうに考えてください。えー、材料工学科 ここはその機械とかロボットとか飛行機を作るための原料の勉強をする学科ですつまり金属、セラミックス、有機材料、あとは複合材料要は工業製品の材料を作るんですねということでまあ自動車を作るんじゃなくて自動車の材料を作りたい人はこの材料工学科です応用科学科ここは高校生の皆さんの高校で勉強している科学にまあイメージとしては近いですね科学を応用してここでは 新素材とか医薬品,食品まああとは化学薬品とか化粧品とかそういった科学で何かものを作っていく産業での応用をするそういう学科です。なので工学部っていってもロボットとかその電気機械とかとはかなり違いますね。もう私化学好きっていう人はこっちでしょうね。電気工学科多くの大学で電気工学科と電子工学科って合体してるんですけど芝浦は伝統あるんで分かれてるんですね。 で電気工学科は分かりやすく言うとまあなんとか電力の世界ですね電気エネルギーですでもちろんここもシステム制御とかロボットの勉強でできるんですよロボットはどこの学科でもできるんで、まあ、電気系統の勉強中心のロボットやりたい人あとは電気を使った材料とかデバイスと勉強ができる電子工学科で電気と何が違うのと発電しないんですね、まあ、エレクトロニクスではあるんですけどでこっちは半導体とか光の方ですね 電気に比べるともうちょっと何かこう製品として応用しているイメージがある、まあ、ロボットもできます情報通信工学科でここはまあ分かりやすく言うとスマホですね情報通信ネットワークとかモバイルワイヤレス通信なんでまあ皆さんに分かりやすく言うとスマホですまあ興味ある人は皆さんの方が詳しいでしょう あとはコンピューターのハードウェアソフトウェアとかエレクトロニクスもできるんでまあコンピューター関係に興味ある人は情報通信工学科もいいでしょうと言っておいて情報工学科もあるというでこっちの情報工学科の方は、まあ、今度は分かりやすく言うとネットワーク通信の要素はないわけです大きくはコンピューターのハードウェアとソフトウェアをやるとただしデータベースネットワークはやるんでネットワークあるんじゃないかということでまあやってることが微妙に違うんですけど 結局入ってて勉強して社会に出る時はあんまり変わらないというですねなので、まあ、好きな方に言ってくださいただしどっちかというと情報工学科の方がコンピューターの基礎をやって情報通信工学科の方がまあネットワーク系に近いどっちやりたいかなというところですね土木工学科ここもあの似たような学科がないオンリーワンのジャンルでまあまあショベルカーの世界。 で以上九学科なんですが、もう一個だけ先進国際課程というものがありまして、これは授業が全部英語です。で、一年生の時から研究室で研究ができる。でここに入りますと、今申し上げた九つの学科全部の好きな勉強ができるというまあ一言で言うと英語スパルタコース。まあ、こっちに行きたい人はどうぞ。これがまあ芝浦工業大学の工学部なんですね。あと三つあります。システム理工学部。 で柴浦高大4つの学部があるんですけどなんとこの4学部がみんなキャンパスが違うんですよちょっとずつかぶってるんですけどね工学部は1,2年生が埼玉の大宮で3,4年生が豊洲でこのシステム理工学部は4年間埼玉の大宮ですでここも先ほどのような国際プログラムっていうものがありまして まあ留学とか英語とかに関心があれば留学必修で専門科目を英語でやってなんと理系なのに卒論も英語という英語スパルタコースがこの国際プログラムでこれは入学した後に各学科のうちの1割の人やる気ある人いるやりますっていう人だけ集めて英語スパルタのコースがあります。やりたい方はどうぞでは学科の紹介です。システム理工学学部は4学科 違う増えた5学科ありましてまず電子情報システム学科とで先ほどの工学部の方にも電子とか情報工とかあるじゃないですか。でこの電子情報システム学科は、まあ、ソフトウェアネットワークハードウェアということであの正直なところ工学部にある同じような学科とあんまり変わらないないのであとはまあキャンパスが東京じゃないけどまあいいかという人にはこっちもありかなと。で あとは機械制御システムとでここも機械と電気電子の要素が入ってロボットの勉強ができますということでこれも工学部とあんまり変わらないというですねただし機械系と電気系って最近結構もう学問的に溶け合っちゃってるんですよ自動車も飛行機も電車だってもうロボットみたいなもんじゃないですかなのでもともとシステム理工っていうのはその 工学部の伝統的な機械電気って分かれてるものをある程度合体させちゃおうっていう趣旨でできた学部なんで、まあ、両方やりたいっていう人はこっちだろうということで機械制御システムというのはそういう、まあ、ロボット自動車クリーンエネルギーやってますが伝統的な学部に比べると少し学際的に横に広くできますよとで大きくは変わらないです別に工学部と比べて優劣はないので、えー、環境システム学科ここが結構罠でございまして。 環境問題を勉強する生物科学系って勘違いしてる人が多いんですがこの環境システム学科は割とコテコテに建築です建築土木で環境問題もやるくれぐれも環境システム学科は建築です個人的にはちゃんと建築って学科に入れてほしいんですけどねそこは気をつけてください、えー、生命科学科ここはいろんな大学に生命科学科ってあってバイオテクノロジー中心にやるんですけど 芝浦工業の場合必ずしもバイオテクノロジーだけじゃなくて生命科学コースと生命理工学コースに分かれててで生命科学コースは割とガチガチにバイオテクノロジーなんですけど生命理工学コースは普通に機械電気電子なんですよあとは医療機器なんでこれは早稲田とか明治にある電気生命学科ってあるよあるんですよその電気電子系とバイオみたいなそこに近いですね機械電気バイオみたいな 感じの生命理工学コースが生命科学科では結構売りで個人的には面白いかなとであと生命科学コースの場合も柴浦光大の大きな特徴はアンチエイジングなんですね人間の人間とかまあ生物の老化の問題に取り組んでいるっていう研究がちょっと珍しいですで最後5個目が数理科学科でここは数学の学科と考えてください柴浦って理学部ないんですよだから いわゆる純粋な学問としての物理学とか数学ってがっちりできないんですけどこの数理科学科は結構がっちり数学をやりますであとはまあコンピューターもやると、えー、3つ目の学部デザイン工学部。ここは12年は埼玉県の大宮で34年が芝、えー、浦っていう地名のもともとの元になった田町三田ですねそこで34年過ごすというのがデザイン工学部で,でここはデザイン工学科だけなんですけど 2つの系統に分かれててまず生産プロダクトデザイン系っていうのは、まあ、大きくは機械工学です。なんで3つある学部どこでも機械工学できるんですよ。で機械工学にプロダクトデザインの要素を入れて、まあ、自動車とか飛行機とか作るときに実用性だけじゃなくて見た目のかっこよさもおおっていうのがここなんでデザイン工学部といってちょっと芸術入っているんですね。であとはロボティクス情報デザイン系ということでとにかくロボットが勉強できる学科だらけなんですが。 まあデザイン工学部の場合はそこにちょっとそのコンピューターとかスマホとかちょっとアートチックなところが入ってきてまあかっこいいものが作りたい人が行くところ別に他の学科がダメなわけじゃないんですけどねその工学って結構そのガチガチに学問ばっかりやってるイメージがあるんですけどやっぱりちょっとデザインとか芸術とかアートみたいな要素が入ってくることによって見た目がかっこいいとか美しい製品って作りたいわけですよ。その時に プロダクトデザインが勉強できる。このデザイン工学部に行って、おしゃれなま。スマホとかかっこいい車を作るみたいな気持ちをまあ学べるっていう学部ですね。最後建築学部。ここは4年間豊洲なんですよ。なんでここの学部だけ埼玉行かないんですね。で、建築学部は建築学科だけなんで、そんな他の大学と比べて建築学の内容がすごい違うわけじゃないんで。まああんまり長く喋ることはないですね。空間建築都市の勉強ができる。 でポイントとしてはやはりかなり規模が大きくて29もの研究室があります、まあ、なんで30人近い専門の教授先生方がいらっしゃっていろんな分野の建築ができますから、まあ、どういうことをやりたいのかよく研究室を調べてください。というわけで芝浦工業大学憧れてる受験生多いんですがかなり学問領域が工学の中でも広いことまたかぶってるものが多いことこれをよく調べて自分に合った学部学科を選んでください。